弱さの中に入れる、それが本当の強さです。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も視聴ありがとうございます。今日の話はしっかりせんかい男やろ、ビシッと決めてみせんかい男のくせに、もう頼りない男がもう許せんとです。頼りない男に蹴りを入れたいあなたのための話です。まあ男のくせになよなよたみたいに、なんか頼りない男を見るとイライラしちゃうあなた、さぞや宝塚の男役以上に男らしい、キャー素敵男前なんて言われちゃったりしてるんでしょうね。エレクトラコンプレックスというふうに、まあフロイト先生、文句はフロイト先生に言ってくださいね。女性っていうのはですね、まあ自我が発達した3歳ぐらいに、あれ、おや、おや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 、お兄ちゃんやお父さんにあるものが私にはないんじゃないのっていう発見をするんですね。おもちゃがある、ない、お菓子持ってる持ってない、ない側っていうのはなんか損してるような気がしますよね。そうするとですね、なんで私はもらえないのよ。そして3つのパターンができるんですよね。どうしたらいいのかしらね、雨が降ったら生えてくるのかしらね、お水でもあげとこうかしら、それとか、そうか、じゃじゃ馬娘のように男らしく振る舞ったらいつか生えてくるんじゃないのなんていうふうに男勝りになっちゃう。私はお母さんやお姉ちゃんタイプだわ、あの人たちもツルツルポンでなあもんねっていうブリコちゃんタイプ、そして哲学家のあるべきものがない、私は欠けている、人の倍頑張るぞという頑張り屋さんになるタイプ、そして今日はどうしたらパパや兄ちゃんみたいに生えてくるのかなっていうタイプで、こういうタイプは頑張って頑張っても結局生えてこなかった、もう女として生まれたらいつも女として生きなきゃいけないのよねなんて思っちゃう。そうするとですね、どっか男性になれなかったっていうコンプレックス、それが潜在的に隠れていますから、あんた男でしょ、私なんか女でもう生えたくったってもう立って押し込むできないのにみたいな話になっちゃう。で、そういうようなタイプはですね、なんか男友達がすごく多いとかですね、でも男友達に私なんか女の子扱いされないんですよねとか、男なんかには負けへんでとか、なんか男子が競争相手のようになっちゃう。そうです、私は体育会系女子ですよとか、おしゃれなバーよりも居酒屋が私のホームですとか、でもどこかで女性を表現するのが恥ずかしいっていうところがあるんですよね。まあ家系がですね、おばあちゃんもお母さんも結構女性性を表現しない地味な家系ですとか、うちの母はもうスカートも履かないどころか私の高校の時のジャージをまだ着ているわとか、お化粧も表現しないんですよショートカットでとか、あまりですね女性性を表現する見本になるような人がいなかったとか、そんな赤とかピンクのスカートとかワンピースなんかもうダメダメダメとか、女性的なものを否定したりするとか、男兄弟の私は末娘でなんかもうみんな、私なんか子供の時はお兄ちゃんの半パンツ履いて竹持って走り回ってたんですよ、あのカエルのお尻に爆竹入れてみたいな、あのワイルドなタイプとかですね。そして私は優れているっていうことを証明するために、男というものは打ち負かすために存在するんだみたいな、アマゾネス女子と私は呼んでおりますけれども、でもどこかでコンプレックスが隠れているんですね。だから負けないぞって競争を勝っちゃう、もう口も立っちゃいますからね。
どうでしょうか。あなたが勝ってしまうことによって男子は負けてしまう。そうすると負けた男子はあなたに魅力を感じるでしょうか。何なんだよあいつ。どんどん男はあなたにビビり離れていき、あなたは一人酒、手酌酒、もう一本缶みたいな話になっちゃうわけですよね。でもちょっと気づいてほしいんですね。まあ頼りない男っていうのはあなたは嫌うかもしれませんが、頼りない男よりももっといけてないものがあるとしたら何なんでしょう。それはあなた的には頼りない男よりもいけてないのは頼りない女子、頼りない女の子だって思ってません？そしてそんな女子になるぐらいだったらあなたは舌を噛んで死ぬ、切腹して果てるとか思っていますよね。でも何かですね、男子はその頼りない女子を守ってやりたいなんていうふうに思ったり、そういうのを好むようなんですよね。まあもちろんあなたがおっしゃるようにですね、男性のほとんどっていうのは自分が強くたくましいとは思ってないんですよ。だからほとんどの男性はヒーローストーリーというかヒーローものとか大好きですよね。あの胸に S って書いてある、スーパーマンですか、私はこの、あの首筋に XL って書いてあるんですけど、それはまあちょっと置いといてですね。要はなんで男性がヒーローストーリーに憧れるかっていうと、自分は強くはないと思ってるわけですよ。だからどこかで素敵とかかっこいいとかイケてるとかすごいとか言ってくれる女子を求めているわけなんですよね。でこういうふうに言うと、なんかそれってなんか嫌な感じ、モテる女子は男を勝たせますよっていうと、まあなんか女子のコンプレックスを刺激する。でもよく考えてください。それはですね、あの飲み屋のお姉さんたちはみんなやってることですよ。それは男を転がしているわけですよ。まあ私なんか奥さんにこんな風にゴロ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 転がされて球体のようになってしまいましたけれども、結構転がされるっていうのは男性は嫌いじゃないですよ。あなたがですね、ちょっと想像してほしいんですよね。ママのバカとかママのアホとか言った時に、親になんてこと言うのというお母さんよりも、ごめんごめん、本当に分かってあげられなかった、ダメなママだよね、本当にダメなパパだよねっていうような、負けてあげれるようなほどあなたは強いですかと。本当の強さっていうのは強がることではなくて、負けれるほど自分のウィークポイントをさらけ出してあげれるほど弱さの中に入れること、まあこれが強さなんですよね。だってそもそもどれだけ我々男性っていうのは強がありますかね。それこそは実は弱さの証明、つまり本当に自分が信頼してるっていうことを我々は証明しませんからね。こんな分厚い本読んでるんだよ、こんな難しそうな本読んでるんだよ、俺って賢いよねっていう人がいたら、すごい賢いとは思いませんよね。本当に頭のいい人はそんな PR をしませんからね。女性の皆さん、本当の強さ、それは負けてあげれるほど強いということかもしれません。男性の皆さんも一緒ですよ。あなたが強がるよりも、本当に君はすごいよね、何でもできるよねって女性を立ててあげれる、承認認めてあげれる男性こそが本当にかっこいい男性かもしれませんよ。弱さの中に入れる、それが本当の強さです。またお会いしましょう。さようなら。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時から
ニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるってもう頭おかしくないですか。ここの社長簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100 円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス 63,800 円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300 円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。